井上元賢は、戦国時代の武将、毛利氏の家臣、秋国天神山城主、文明十八年、秋国人、井上光賢の子として誕生。秋井上氏は、聖は源氏の流れを組む品の源氏井上氏の一族で、ある。元は、毛利氏と対等関係にある国人であったが、毛利氏との遠石関係を経て一門の多くが、毛利高原の家臣団に組み込まれ、 高原に治療を休されて、家中においては、近所同様に仕えることとなった。元県は主に財政面において活躍した。また、大英三年、毛利氏の宿老15名が、連書記承分を提出して、高原の子、毛利元成の家督相続を要請した際には、井上治財、元森、元帝、元吉ら他の井上一族と共に署名するなど、元成の補佐を務めて、 大いに功績を挙げた。ところが家中で戦争を極めたことに加え、家中における影響力や権威の強さから、それを危惧した元成によって、天文19年に、この修剣、おじの元森ら一族諸ろとも粛清された。一方で、父、後剣は、高齢のため、おじ、井上光都や、重帝の井上修財は元成への忠誠心の厚さから、 孫の井上利拓は幼少だったためそれぞれ粛清を免れている。なお、元件はじめ、井上一族が欧米な振る舞いをしていたことは、元成自身による書状の中でも言及、十回されており、正能があったことは確かなようである。しかし、それらの書状の多くは、井上一族粛清から十年以上経ってから書かれたものが多く、多少の殉職が加えられていた可能性もある。 ありがとうございます。